トショーのコメンテーターをやりたい。おー、なるほど、やりたい。これはまあどっちかというと僕がやってみたいんですけども、木戸口だ。はい、ワイドショーのコメンテーターでまず売れてないとできないじゃないですか。まあもう、うん、そうだね。やっぱ正直、うん、まあ、お笑いしなくてもいい番組じゃないですか。うわー、出た。いや、あのね、それそう、俺もめっちゃ最初そう思ってた。え、そう、お笑いしなくていい、もちろんお笑いしなくていいんだけど、お笑いの番組よりも発言に気をつけなきゃダメだからね。あ、そうなんですか、うん、だってちょっと変なこと言ったらすぐ炎上するよ。あ、まあ、不倫に対してとか。ほんとやっぱりそのお笑いの多分番組とか、うん、僕出たらちょっともうメンタル削られて、うん、毎回疲れちゃうと思うんで、うん、なるべくこう楽してテレビに出れる仕事がワイドショーじゃないかと。大変だぞお前、うん、いやでももうやりたいんで。お笑いをやりたくてお笑い芸人やってんじゃないの。何のためにお笑い芸人をやってんの。でも楽して稼ぎたいからです。よくないんすよ。珍しいよね。そんな陰キャクズセンター分け芸人木戸口のための企画、人気情報バラエティラビットにも出演する東京ホテイソンがコメンテーターとしての立ち回り方を伝授。扱うネタは時事問題、芸能ニュースの2つ。どこまで真面目に答えるべきか、またどこまで笑いを挟むべきか、芸人としての手腕が試される。お固めのワイドショーという設定でまずはダブルグッチーが挑戦。こんばんは、直撃ライブグッチーです。今夜のメインコメンテーターをご紹介していきましょう。ダブルグッチーさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では、すごいね、早速、はい、本日のトップニュースです。さあ一つ目が飲食店迷惑動画問題ですね、うん、はい、北口さんどうお考えですか。やっぱりね、本当に、うん、やっぱりね、良くないなと思うんですよ。こいつマジでダメだ。やっぱりね、迷惑だなと思いますね。本当にやっぱね、若者がとかそれで言われるじゃないですか。悔しいなぁ。顔うま、顔顔はうまいな。顔うま、顔うまいな。水口さんいかがでしょう。そうですね、やはりこう企業の、そう利益とかにも関係してきますから、やはり他の人の迷惑とかも考えていただけるようなこう時代になっていけばいいなと思いますね。的はず。うまくは喋ってたけど的はず。いまいちパッとしない状況に次のお題でリベンジしたいところだが、続いて石川すいません、続いて石田純一さんのモノマネでおなじみ小石田純一すいません、続いて石田純一さんのモノマネでおなじみ小西田純一。小石田ごめんなさい、石田純一さんのモノマネの小石田純一。小石田純一さん、すいません、続いて石田純一さんのモノマネでおなじみ小西田。小西田なんで年浮き。年浮きごめんなさい。小石田純一さんよ、うん、はい、続いて石田純一さんのモノマネでおなじみ小西田。ここだけじゃない。大丈夫、いいか、もう僕言いましょうか。はい、続いて石田純一さんのモノマネでおなじみの小石田純一さんが自身の YouTube チャンネル、小石田 J チャンネルで農業に挑む姿をアップしていますが、うん、笑いどころがわからない。え、何目線で見ればいいのと一部界隈で話題なんですが、これ木戸口さんいかがでしょうか。いやでもこれね、ずっと深刻なニュースの顔なんだ。なんかやっぱりYouTube、はい、いっぱい今芸人やってるじゃないですか。やってますね。でやってて、まあそれは当たり外れもやっぱあるじゃないですか。ある、ね、この面白い企画面白くない企画あると思うんで、それをこうやっぱり叩くのは簡単ですよ、うん、でもそれで傷ついてしまう人がいると思うんで、うん、だから小西田さんですか。小石田さんです。あれ、いやあれ、今昨日聞いたこと、もうさっきでみんなお腹いっぱいだから。さっきので顔やめろよな。顔だけは、顔だけなんだよ。うん、うん、じゃないよ。じゃあ水口さん。そうですね。
きなことやるのが一番いいんじゃないかなって方が結局のところそうなんじゃないかなと思います。薄い社会科教師、はい、なんかやっぱ一番好きなことをやるのがいいのかなっていうのが、なるほど、はい、思いますね。君たちさ、何時に来たの？あー、出た、ね、すごい、グッチーの前の番組だねえ、まあ、いや、すいません、何時に来たの君たち。いや全然面白くないんだけど。いやいや、そんなことないな。はい、帰っていいよ。いや、ダメ、ダメだと思います。君も顔だけ、顔だけしかないじゃんね。いやいやいや、これあのグッチーが日劇に変わったのよ日劇の顔してるからやっともう終了ですかね。終了ですね。ちょっとね、これではダメだと思うよ普通に。いやー、やっぱ出たことがないっていうのがありますね、これね。なんかちょっと待たずやってね、変な方向に行って変な回答出して。芸人で出るわけでしょ、コメンテーター。そうですね。でもお前たちからちゃんとした意見なんて聞きたくないじゃん興味ない、興味ない。だから専門家が来るんだから、はい、ちょっとさ、絶対的にさ、今さ、そのやってくださいでさ、ちょっとふざけた部分あるでしょ、うん、まあまあまあ、マジで、マジで、マジの、あの、今日俺4回一緒に収録してきて、木戸口がうーっと張るときは大体ふざけてるバレてんだよ、もうちょっと、マジでふざけなしで一回やってみて。そう、本当にお前がどう思ったかを、はい、そう、それに対してマジで自分たちがどう思ったか。はい、なるほど。で、例えばマジでふざけないで、はい、ふざけずに。さっきも笑いは薄かったが、今度は完全禁止。若手芸人というスタンスを踏まえ、真面目に挑戦。まずは飲食店迷惑動画問題、うん、木戸口さんどうお考えですか？いやでもね、これだから被害者のちょっと待って、ね、いや残りがお前みたいなもんがいやーやるでしょ。お前みたいなもんがコメンテーターじゃん、4年目でしょ。4年目の木戸口がグッチーに呼ばれたとして喋って、いやでも、まあ、やるじゃないですか。ヒロミさんがいると思って隣に。絶対ないじゃん。なるほど。あ、ヒロミさんね。そうそう、隣にヒロミさんとか、もうほんとミッツマングローブさんとかがいると思って。うわ、はいはいはい。で、若手芸人がなんで呼ばれてるか。はい。さあ、まずは飲食店迷惑動画問題。北口さんどうお考えですか？はい。ですね、まあ、やっぱりそのツイッターとか、本当にそういう世代なんで僕、見てるんですけど、まあ確かにね、その彼のやったことは、まあ、許されない行為だとは思うんですけど、うん、まあその被害者のこう特定の流れとか、そのネットが一部加熱しちゃってる部分はあると思うんで、その未来を考えたらそこまでこうね、被害者のことをまあ特定したりとか、そういう風に責め立てるべきではないなって思いますね。気持ちわかるんですか、やっぱりそれは。その自分ももしあの世代の時にああいうことをやってたかもしんないなって思う瞬間があるってことですか？そうですね、だからもしかしたらやっぱり面白いと思ってあげちゃうっていう可能性もあるんで、うん、まあ、それは本当に時代によってはね、もしかしたらやっちゃうかもしれないですよ、うん、今のとか俺すごく良かったと思うよ。確かにね、だって自分の意見を言ってたじゃん、うん、確かに。ツイッター世代でとか、あ、いいんすか？そういうのを聞きたいんじゃない？その、でもそのお笑いの要素、ごめんなさい、自分で言うのもあれですけど、この問題でボケたら炎上するすごい。だからそこは鼻なのよ、本当に嗅覚で嗅ぎ分けないとダメだから。これは絶対炎上する。じゃあ小石田さんのやついこうよ、うん、小石田さんのやつはどっちかって話よ、はいはい、北口さんどうでしょう？はい、やっぱりその YouTube、 僕も世代なんで、うん、よく見てて、まあ、いろんなね、 YouTube といってもいろんな種類の動画があるじゃないですか、はい、まあ、そんな中でその小石田さんがまあやってるチャンネル、うん、逆にでもこれでね、こうバズる可能性ありますから、つまんなすぎるっていうので、うん、だからそういう批判の声に負けずに頑張ってほしいなと思いますね。鼻悪いなお前鼻悪いなえ、いやお前花粉か鼻悪いなここはふざけていいブロックじゃん。いやだって炎上するんでしょ。これはしないって。これはしない、こんなんでしないじゃん。いやいや、でも小石田さんかわいそうじゃないですか、その叩かれて。じゃあだからそので、僕さっき見たらこれの動画なんとかっていう動画が再生回数なんぼでしたとかでもいいじゃん。確かに、ちっちゃいあれ、ちっちゃいわい。真面目な時事ネタにはふざけずコメント。逆に砕けた内容であれば笑いをしっかり入れることが芸人として求められる立ち位置。すごい指摘いただきましたけど、うん、やっぱちょっとホテイソンさんのお二人お手本見せていただければな、うん、もう我々はいろんな情報番組も、ヒロミも出ましたから、うん、おすごいな、余裕でたね。
そこで扱う内容を変えて東京ホテイソンがお手本を披露。一体どんなコメントをするのか